私たち青山祭実行委員会は3局に分かれて活動しています。広報局は青山祭期間中に販売する公式パンフレットの作成を主にしていて、 PR を任される重要な役割を担っています。企画局は青山祭実行委員会内でも唯一青山祭を盛り上げるための企画を行っている局です。総務局は青山祭に参加してくださる参加団体の皆様のサポートを主にしています。約半年間青山祭のために活動してきて、皆さんが楽しんでいただくためにやってきたので、半年の集大成として青山祭を迎えられるように、皆様もぜひ足をお運びください。せーの、オー！